イコフレックスイコフレックスは、採水イ,イコンが製造販売した120フィルム仕様、画面サイズ6、6センチメートル半の2眼、レフカメラである。フランケハイデッケのローライフレックスとは、基本的にコンセプトが異なり、ローライフレックスがスタジオでも使えるプロ機であったのに対してイコフレックスは、屋外でのスナップ撮影を行うための手軽なカメラであった。 それは搭載されたシャッターやレンズからも判断できる。その後徐々に高級化が進み、ローライと同様な路線のカメラとなっていく。ただイコフレックス3とイコフレックスファボリートを除き、販売価格からローライフレックスではなくローライコードをターゲットにした中級機であると言える。一番の特徴は横送りのイコフレックス i から最終機のイコフレックスファボリートまで一貫して、 採用した明るいファインダーで、戦前はコンデンサーレンズ、戦後型はフレネルレンズを使って実現している。アタッチメントは、イコフレックス3を除く、戦前の機種が撮影レンズ、ファインダーレンズともに当初は、ファイ 28.5mm かぶせで後に、ファイ 27mm ねじ込みが併設された。イコフレックス3及び戦後型すべての撮影レンズが、 ファイ 35.5mm ねじ込みまたは、ファイ 37mm かぶせで、ファインダレンズが、ファイ 27mm ねじ込みまたは、ファイ 28.5mm かぶせを使用する。カメラには、アイカフレックスと表記されるのみであり、また大幅に改変した何台にもわたり同じ番号を使用したため個体認識は困難である。レンズ部当初、ゲルツ工場で製造され、戦後引き続き、 ゲルツ工場で再生産された。新型がドイツ連邦共和国のシュトゥットガルトで生産されたが、これも紹介量に止まった。ありがとうございます。